皆さんおはようございます。今日は1987年1月26日発売、ドラゴンクエスト2悪霊の神々をプレイしていきます。名作にしてクソゲー要素も満載、ファミコンを代表するソフトだな。今回はこのドラクエ2を普通にプレイしていきます。普通プレイか。プレイヤーのおっさんはプレイ済みクリア済みながら、通してクリアしたことがありません。どういうことだ。かの有名なチートパスワードもよもとを使ってのクリアだったから、ちゃんとプレイしたことはないのよね。チーターかよ最低だな。で、今回は実際のカセットをレトロフリークに差し込んでプレイしてます。レトロゲームの心強いパートナーだな。動画にするかは別として、PC エンジンやメガドラ、ゲームボーイアドバンスとか、あまりプレイしたことがないハードも対応してるみたいで、今後も楽しみ。一人目ローレシア王子の名前は娘さんアンノドラオに決定。ドラオ、ドラクエの男主人公でドラオらしいです。娘さんのセンスはさておき出発だな。今回は縛りなしの優しい普通プレイ。と思ってたけど開始早々ドラクエ2の理不尽ポイントを思い出させる仕様を体感。なんでしょ、受けるダメージ与えるダメージが安定しない。最初なのにスライムを一撃で倒せたり倒せなかったり、ダメージも1だったり2だったり、とにかく計算しづらい旅の計画が立てにくい。って感じ。で、敵と出会うエンカウントも、基本的に草原で率が下がり荒れ地で率が上がるんだけど、敵と出会う時は草原でも一歩ずつ連続3回であったりと、乱数がやたらと非有効的。まあファミコンってそんなもんだろう。で、プレイの方は、毒消し層を買いまくって福引券を転売を狙う、金作中です。チーターの次は転売ヤーか。この主人公最低だな。いや、国の代表なのに大した資金をくれない国民が悪いんだ。そうなんだ。と言いながらも、ドラクエ1は素手から、ドラクエ2は銅の剣から始まったのを見て、当時はさすが一国の王子はすごいな、って思ってました。意外と手厚い送り出しってことか。さあ、目的の川の盾を買ってパワーアップしたところで、一旦ローレシアに戻ってレベリングをします。レベリングって昔はレベル上げって呼んでた気がする。兄にレベリングの労役を課せられた人もいたそうだぜ。そうなんだ、レベリングって楽しいのにね。楽しいのか、そんなに嫌いじゃない。ドロップマラソンよりは産地は削られないし。てかドラ王子がピンチだぞ。これはやばい。この体力だとスライム3匹にあの世に送られてしまう。頑張れドラオ。この草原のルートって今回初めて知りました。30年近く知らなかったの。ひぃ、スライムだけじゃなくてナメクジも。間一髪だな。容赦のないエンカウント。やった、敵はこっちに気づいてない。逃げろ逃げろ。あ、で草原ルートではなく、南の毒沼ルートを使ってたわね。リリザの町まで少し近かった気がする。なんとか無事帰宅。帰宅と言いながら城には帰らないんだな。自宅には部屋も休むベッドもないからね。療養の関係だろう。本当はあるのかもしれないぜ。そうかもしれない。でも最初の場所だから無料回復ポイントは欲しかった。そういった細かなところも今と昔のゲームの難易度の差なんだろうな。そうそれ、昔は難しかったって言うけど、今のゲームも難しいものは難しい気がする。そうなのか、正直、今時のお子さんってこんな難しいゲームやってんだって感じたわね。それはおっさんが変化についていけてないだけじゃ。そうかも。てか今時どころか昔のゲームすらクリアできなくなってた。あらま、アクションとかシューティングは顕著で、反射神経は覚悟してたけど、昔のゲームって基本覚えゲーだったからゲームオーバーして経験したものを、即生かさないといけなかったけど、そもそも覚えれてないってのを経験してね。老化だからな、仕方ないといえば仕方ないだろう。うん、でも老後のためにレトロゲームを取っておいたから、それができないのは悲しい。そうか。で、今のうちにプレイしよう。ってことになりました。この動画ってそういう始まりだったのか。そういうこと。現在鬼エンカに泣かされながら、勇者の泉に向かってます。マジで容赦のないエンカウントだな。体力1、まさにギリギリでした。これ勇者の泉に行けるのか。それはわからない。レベルを上げて安定的に進むのも楽しいけど、ギリギリでも行ける時が、そんな絶妙なバランスがドラクエのいいところだったりする。いいところなんだ。いいところです。やっと洞窟まで来たな。寄り道する余裕はないので泉まで直行。そういえばドラクエ2の洞窟って立体的じゃなくて、
当時はあまり好きではありませんでした。今は、今も好きじゃないかな。おそらく容量は増やさずにできるはずなんだけど、なんとなくファイナルファンタジーと比べてしまう。やっぱりファイナルファンタジーの方が綺麗なのか。綺麗だったわね。確かこの年はファイナルファンタジー1が発売されたんだけど、フィールドのどこでもセーブできたりと、どれもファイナルファンタジーの方が上手だったイメージ。でもドラクエ2の方が好きなんだろう。そうなのよねー。なんとなくだけど、ファイナルファンタジーは年長者用、ドラクエは子供用って印象があった。ふむ。ということはドラクエの方が遊びやすいと。そうね、ドラクエは基本2以外はそんなに鬼畜じゃない。レベルさえ上げれば大体進める。確かにそりゃ簡単だな。なんやかんや話してる間に一人目の仲間、サマルトリアの王子加入です。探したのはこっちだ。このサマルトリア王子ファミコン版はお荷物らしいな。うん、そういう人もいるけど、個人的には味方の手数が増えて、敵の攻撃はばらける、回復魔法を持ってるってことで、当時からさほど役立たずって印象は持ってなかったんだけど、でも鉄の槍が最強装備なんだろ。そうね、子供の頃はアタッカーはローレシア王子のみ、って感じで納得してたし、回復役二人で心強いぐらいにしか、思ってなかったかな。どうした、うろうろして。次の街に行こうか考え中、レベルが低すぎないか。パパーッと逃げまくって、王女だけ助けて戻ってこようかな。なるほど、長期滞在ではなく日帰りってことか。円安だし海外旅行は厳しい。おっと、新たな敵登場だ。RPG お決まりの魔法使い系モンスター。一番弱い技だけど、簡単に二桁ダメージ与えてきた。あっという間に瀕死状態。こんな時こそ回復薬の出番だ。今度はローレシア王子がピンチ。こっちも厳しいけど相手も厳しいわず。うはぁ。半端に戦ったばかりに悲惨なありさまに。二人になったから少し気が大きくなってました。サマルトリア王子だけでは厳しいので帰ります。帰れるかな？ドラクエ2の難易度を高めている理由の一つが、生き返りの費用がそこそこ高いこと。しかも簡単に死んじゃうからこれが結構痛い。さっき仲間が増えて歓喜の中出発した街に、棺桶を引きずって帰還とはな。多分これから頻繁に見かける光景になると思う。神に仕える人なのに価格が強欲すぎる。昔から言うだろう。地獄の沙汰も金次第って。確かに、そうかもしれない。お金で買えないものはあるけど、大抵お金で解決できるのも事実といえば事実。世知辛いよな。とはいえお金ではなく性格や容姿だけが基準だともっときつい世の中かも。ふーむ。ということでご視聴ありがとうございました。さよなら、さよなら、さよなら。Have a nice day.